チェロ競奏曲は、チェロを独奏楽器に用いた競争曲。チェロ競奏曲は、ピアノ競奏曲とバイオリン競奏曲に次いで、一般的な競争曲の形態として知られており、それ以外の競争曲と比較して、レパートリーとして確立している作品の数は多い。確認できる最古のビオロンチェロ競奏曲は少なくとも18世紀初頭である。バイオリンなどの弦楽器群と、 通奏低音を伴う形で、チェロが独奏になる形式の競争曲。1700年前後のイタリア中部ボローニアで、オブリガートとして、チェロが指定された競争曲に始まり、1710年代には、ビバルディが、すでに高い技術が要求される、チェロの独奏競争曲を30曲近く、作曲している。近年それらの作品がビオロンチェロダスパッタのためで、 あると主張されることもあるが、音形、音域、残された資料からはこれらの作品が明確に、ビオロンチェロ・ダスパラのために書かれたものという証拠は、もちろん存在しない。しかし、スパンダでなければ妙に、コポジションの音をつかむ必要に追われる曲もなくはないので、ビオロンチェロ、ビオロンチェロ・スパラ、ビオラ・ダ・ガンバの、各楽器の選択は、非常に緩かったと言わざるを得ないだろう。 様々な資料や楽譜から判断されるのは明らかに4、または5弦の縦型チェロが主流だったということである。ビバルディは e オー音まで要求しており、これは EU 弦のちょうど1オクターブ上したがって5弦を想定していた可能性が高いのではないかと考えられる。18世紀を通して、主にイタリア人によって非常に多くのチェロ競争曲が書かれ、 1730年代までに作曲された中では、ビバルディ、プラッティ、ポルポラ、レオナルドレオのものが有名である。タルティーニの競争曲はガンバでもチェロでもどちらでも演奏できる。通奏低音が配される。大きな変化として、ビオロンチェロスパッタ、ビオラダガンバが古典派終了までには絶滅したことが挙げられる。肩紐が切られ、桃の肉に挟む形で演奏される。 チェロは新しい奏法を得ることになった。古典派の黎明期はハイドンの作品が有名である。当時の弦楽パートは言語部ではなく第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、ビオローネの4部であった。ビオローネのユニゾンを仕方なく弾いていたチェロ奏者の求めに応じてチェロパートが独立したのがチェロ競奏曲の誕生であった。これは後に 近代言語部の確立へとつながっていく。この時代のチェロは音量と音程ともによくなく大編成を好んでいたベートーベンはチェロ競争曲を残していない。古典派初期ではまだメジャーな存在であった古典チェロが次第に淘汰されて絶滅した。競争曲の主役がピアノとバイオリンに偏っていたロマン派の時代においてチェロ競争曲はややマイナーなジャンルとみなされたが、 この時代にドボルザークとエルガンがこのジャンルを代表する傑作を残している。その他、シューマン、サン・サーンス、ラロの作品もよく知られている。近代言語部の確立の後に作曲されたチェロ競争曲はチェロが名人芸を縦横に駆使する。指板の限界までの使用を要求されるシューマンのチェロ競争曲は21世紀の今日でも南極の部類である。 近代では、プロコフィエフ、ショスタコービチ、ブリテンなどの作品が有名だが、いずれもロストロポービチのために書かれている。この時代は、すべてのチェロ奏者がエンドピンを支点にして、鉄骨の原理を完全に書き換えた近代奏法を確立する。しかし、この奏法に慣れない人々も多く、プロコフィエフのチェロ競争局第1番は完全な大失敗に終わった。 ピアノの人気が衰えた20世紀に入ってから、チェロは新しく重宝される楽器に変貌した。ジークフリートパルム、フランチェス、マリー・ウィッティ、ローハンデ・サラーム、ミハエル・バッファ、筒美・ツ,ツ,ツなどの現代チェロ曲の名手のために次々と競争曲の傑作が書かれている。特に重要と思われるものに、ユイさん、ジョナサン・ハーベイ、ベルント・アロイス・チマーマン、ジェル・ジリゲティ、 ジョン・ケージの作品が挙げられる。ユイさんは通常のピッチカートの他にプレクトラムを用いた新しいピッチカートを導入するなど、チェロ奏者は伝統的な奏法以外の動作も頻繁に求められるようになっている。フランチェス・マリー・ウィッティは2本の弓を挟む奏法、ミヒャエル・バッハは鎌形の弓を用いる奏法を用いて作曲家の新しい要求に応えている。 作曲家の生年順に並べている。作曲家の生年順に並べている。ありがとうございます。